はい、どうもゆゆです。今回ですね、またまた前回続いてスキルムーブやっていきたいと思います。では、早速やっていきます。まあ、今作、まあ、結構 FCS の大会とか、まあ、世界大会含めても、えー、多かったかなっていう、この夏メグですね。本当に、夏メグからのゴールシーンは多かったなと思います。これスキルムーブ確か4で出せます。これ間違ってたら、あの、コメント欄にお願いします。え、4にだ、4で出せるっていうことで、まあ、この L1 と R1、 を同時に押しておいて、えー、行きたい方向ですね。これとかだと、えー、今、上側にコントローラー倒してるんですけど、倒した方向に、右スティックを倒した方向に、えー、スキルムーブー出せるっていう形になってます。で、まあ、使うこととしては、 えー、この縦いって中に切り込みたい時にこうやってやったりとかまあ斜めとかですかねこれ斜めにいけるんで相手の意表ついて夏目符を入れるとかっていうのも結構 FCS とか見てても多かったかなとは思うんですけど本当に夏目符に関しては必須ぐらいに強かったかなとは思います今作まあスキルムーブ4なんであのまあ序盤は確かに3って結構多いかもしれないんですけどある程度してきたらまあ4ほとんどありますし まあ誰でも出せるようなスキルにはなってくるんで、まあ縦行ってのこの中とか、えー、まあこれちょっとね、今空いていないから、味方いないからあれなんですけど、ナツメグ入れて、入れてる間にパスボタンを押せば、そのし、えー、進行方向ですね。例えばこの、こっちの上側にやった時に、えー、そのパスをダイレクトで出せるっていうのもあるので、まあこういった技とかもあります。はい。まあそれがまあ、 夏メグパスって言われてるんですけど、結構得点で多かったりとかもするんで、逆にまあ夏メグパスをわざとせずにこの中に入り込むっていうのも一つできるので、まあ、あんまり使ってなかったよっていう方は、まあ自作に向けてやってもらったらいいかなと思いますし、まあ FC25 でやろうかなと思ってる方は、まあこれを、ええー、まあ、めちゃくちゃ弱くなることはないかなと思ってるんで、初めに練習しておくのは一つありかなとは思います。 はい。で、夏メグパスも結構タイミングとかあったりするんで、まあ、この FC ね、えー、なんか定期的にアップデート入ってるんじゃないかっていうぐらいゲーム性変わることありますけど、まあ、タイミングに関してももうほとんど、まあ、変わったとしても近いところでできるんで、まあ、そういったところですね。まあ、オフラインとオンライン、オンラインでやろうと思ってる方は、オンラインのこの回線の関係とかもあると思うんで、オンライン中とま、オフラインちょっとタイミング違うかもしれないんですけど、まあ、基本的には一緒なので、まあ、そういったところ、 練習してもらえたらなと思います。はい。で、まあ、この後ね、あの、夏目頃からのゴールシーンとかも動画に、えー、切り抜いてあげますので、それを参考にしていただけたらと思います。 皆さん動画視聴ありがとうございました。最後にですね、えー、転売情報について紹介していきたいと思います。ね、FC24 の転売情報ですね。今まで、まあ、ずっと <laughs>、あの、同じ動画の使い回しだったかなと思うんですけど、まあ、最新の情報になるかなと思います。まあ、自分としては今んとこ、トレード収入としては4,500万というふうになってます。まあ、実質コインで言うと多分3,000万ぐらいかな、多分、だと思うんですけど、まあ、これに関しては、まあ、利益というか、えー、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあって、ちょっと差額が出てるんですけど、まあまあ、 今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。まあ自分自身今作に関してめっちゃあ、まあ大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、まあ一回の f c 水が全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、まあその時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、まあそれ踏まえた上での、まあこの金額だったらまあ、 今作もできたかなとは思ってます。一まあ自分としてはまあトレード収入とかはえ全然オープンにしてるので、まあ皆さんにも結構まあ X とかでえ乗せたりとかもしてますけど、あのー、まあ前作で言うとまあ5あ五千何百万、前作で言うとえ6千万っていう感じでした。で、まあ今作もまあ、まあ戦士がねやっぱ高いので、まあそういった面で言っても、 あの、まあ、コインは結構必要かなと思います。まあ、大作も同じ感じでね、えー、情報は出していこうかなと思うので、まあ、その加入についてはですね、よければあの、概要欄の方に、えー、詳細全部書いてますので、まあ、そのツイッでだったりとか、YouTube についての、えー、方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、まあ、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、まあ、 え、これはま、転売成功案件になります。自分もま、直近で出たシャビとか、えー、7万9000円買ったやつをま、10万とか、11万で売りましたよとか、まあ、3万で買ったディフェンスのま、3万8000円とか、4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、まあ、ちょっとま、最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、まあ、こんな感じで誰々がおすすめだよっていう、まあ、何歩ぐらい狙って、何歩で売った方がいいよっていうのをま、こんな感じで載してるっていう感じですね。まあ、あとはもう、エクセルとかでも、 こういう感じでエクセルとかにまとめたりしてて、まあこういった情報を出してるっていう感じになります。ちょっとまあ終盤になるにつれてね、まあ情報量としては、まあやっぱり遺跡市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、まあそういった面で言っても、えー、ちょっとやりにくい状態であるんですけど、まあそれでも一応、えー、増やしていってるっていう感じにはなります。まあ今作はやっぱり男女になったりとかで、まあ各レートの仕込みであっても結構こう上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、まあそこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、 まあ、来作も、まあ、多分またパターン変わってくるかなと思うんですけど、まあ、ちょっと今作とか、前作、前々作の、えー、知識を使ってですね、えー、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、まあ、プレイに関しても、えー、一応対応とかしてて、まあ、自分としては、まあ、ランクワンだったりとか、まあ、FCS で言ったら、まあ、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインにベスト16ですね、グループリーグ突破の決勝トーナメント、ベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、まあ、一応自分のな 中でも実績ですねアジア大会も出たりとかもありましたけど、まあ、そういった実績とかもあるのでまあ、そういった、えー、カスタム戦術とかの共有であったりとかおすすめ戦士とかエボリューションとかも含めてですねまあ、こ,うんなこういった感じで、ね、あのー、やってるんですよね。一応まあこんな感じで、はい ま、このコーチング動画に関しては、また前にも一回出したと思うんですけど、ま、コーチングし,しますよっていう感じのやつですね。ま、こういった感じで募集かけて、またやっていこうかなと思ってるんですけど、ま、おすすめ選手だったりとか、誰い強いよとかいうのをこういうのに出してるので、え、ま、興味ある方は、ぜひ、え、ま、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。ということで、え、ま、最後にですね、 まあちゃ、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、まあ動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、えまあプレイのところとかですね、メインに出してるんで、まあ別の情報ですね。まあ、やっぱり、ちょっと、まあこれを特定にしてる関係上、まあこういった FC20 の転売情報とかは、あの、YouTube のコメントとかでは、あの、回答しづらいんですけど、まあ、ライブ配信とかでは、一応ね、もう、限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、まあ、チャンネル登録も、あの、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。まあ、こういった感じで動画も本をまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。まあ、ディスコネに関しては、えー 何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また